兵庫県で唯一という女子のラグビー部があります。2009年発足の県立神戸港北高校女子ラグビー部です。作ったのはこの人、監督の宝田先生です。ラグビー全体の競技人口が減ってきているというところに危機感を感じまして、女の子がラグビーすることによって20年後お母さんになって、自分の子供や近所の子供にラグビーをさせてもらって、で競技人口を増やして、ラグビーを活性化したいなというふうに思いました。もう一個は、ぜひ神戸からオリンピック選手を作りたい、また僕の手でオリンピック選手を作りたいという熱い思いが湧きましてやりました。チーム名はワイルドヘラクレス、世界を目指すラガールたちです。2016年のリオデジャネイロ五輪から男女ともに正式種目として採用される7人制ラグビー。2019年には日本で初のワールドカップが開催され、試合会場の一つに神戸市も決定しました。しかし男子と違い、女子には体力的に厳しいスポーツというイメージがあります。7人という少なさでやりますので、もう、鬼ごっこの、ボールを持った鬼ごっこという感覚で、当たるな、逃げろ、逃げまくれという指導をしてますので、全然イメージとは違うと思います。しかしラグビーは体をぶつけ合う激しいスポーツ、怖くはないのでしょうか？怖いです怖いのを超えてちゃんと当たりきれたら楽しいです。ラグビーの良さはやっぱ怖さを知るというところだと思うんです。やっぱり大きい人が走ってきます、そこを止めるというとなると非常に勇気がいるところスポーツで、それは他のスポーツでもないところで、ワンフォーオール、オールフォーワン、チームのために何ができるかというところで、レギュラーになった選手、ならなかった選手、いかにチームに貢献できるかというところで、うちの生徒は、本当にここから始める選手ばっかりですので、技術的には他の学校とは劣りますので、やっぱりチームとして何ができるかというところで役割分担でやっています。この日、大阪の社会人チーム、大阪ラガールセブンと練習試合が行われました。監督は練習だけで思いとイメージを共有をして、ね、で試合が始まれば主役は選手というところで、サインで動く人間ではなくてキャプテン中心に自分たちで考えて自分で判断して自分で行動していくと、自主運営ですね、をしてもらえるようにして、監督の思いを受け止めて突き進むラガールたち、その魅力を聞いてみました。7人でボールをつないで地道にトライを目指すところが魅力だと思います。仲間のために体張ってプレーして勝っていくところが魅力だと思います。他のスポーツと違ってノーサイドっていう、最後もう試合終わったら相手味方関係なくみんなで仲良くなれるところが魅力やと思います。やっぱり女性にもラグビーの良さを知ってもらいたいと。でラグビーの良さは何かっていうと、やはり自分で考えて自分で判断して行動していくと、本当に今社会が求めている能力かなと。ので、甲府高校だけではなくどのラガールでも一緒に練習をして、女子の競技人口を増やしていきたいなと思います。神戸をラグビーの女子の聖地にしたいですね。